片岡千之助は、日本の歌舞伎役者。本名は、片岡正宏。父は、片岡幸太郎。祖父は十五代目、片岡二左衛門。屋号は、松島屋。縄文は、追っかけ五枚銀蘭。東京都出身。幼稚園から、青山学院に通う。平成十五年七月大阪小竹座。男女同情寺の初家で初お目見え。平成十六年十一月、歌舞伎座。 松江宿島大の若飛び千吉で片岡千之助を名乗り初舞台。初舞台時はわずか4歳だったが年齢を感じさせないしっかりとしたセリフ回しと可愛らしい愛嬌で人気者となった。平成23年6月、新橋演舞場6月大歌舞伎で戦後初の祖父、孫共演によるレンジ子を披露。普段から大パと呼びしたい同じ芸道に生きる 大先輩として、同系の眼差しを惜しまない二座衛門への直訴が、聞き入れられ、若干11歳で、小児詞を演じる大舞台に臨んだ。この前後の様子を、静岡朝日テレビが、密着取材で撮影し、後に、BS 朝日で、ドキュメンタリー番組、ゲート素顔に密着。片岡二座衛門の魅力から今を見つめてと題して、まとめたうちの一編、千之助と二座衛門で放送された。 2018年12月の京都市場南座、吉礼家お店工業にて、初めて南座の舞台を踏み、祖父、父と、松島屋三代揃い踏みで、吉常千本桜の主名将、金吾武里を演じることとなっている。ありがとうございます。